準備もしやすいですし時間もあるしというところではこう集中してやれる部分もありますね、はい、さあ両チームの選手たちが姿を現してまいりましたサガン都市対柏レイソルの一戦です。結構引き込んでからプレスに行く感じなので、まあ、さあクロスが入ってくる、はい、相手を、ね、どこから、はめに行くのかというところは見ものですね。さあ川田が飛び込んで堀米このシーンです。いやよく飛び込みましたね。キーパーもよく。さあフロート、そしてサビオ、さあフロート、フロート、おーシュートに行きました。カクユルゲ角度はなかったんですがフロートです、ね、しっかり1回収まって、抜け出してということですね。うん、そしてシュートという選択、いやいい。さあその本田、長沼が追い越す。本田からのボール、川田に入った。川田左足のシュートはちょっと浮いてしまったか。川田、うん、本人もと思うんですけどシュートはミートしきれ、ミートはできてましたけど枠に入れきれなかったですね。テクニカルに前に運ぶサビオからのボール、まだつながって先頭がいる。戻してフロート、パクイルキ好セーブ。ただサビオが拾う。サビオからのボール、先頭フロート、細谷。最後はオーバーヘッドのような形でしたが、ちょっとまさかさこれ一連の、ねね、流れですけれども、ここで、ね、サビオが、ね、うまくかわしてでゴール前まで仕掛けてですねクロスで先頭も、ね、ここで、ね、シュート打てなかったのでしっかりフロートを見て、でもフロートはここでね、まあ、ちょっと細谷この後の守備、ただここうまくつながって森谷、さあで長沼ギリギリ残った長沼、長沼スーパーゴール。増田さん、長沼のこのシュートです。いいですね、ここでねうまくビルドアップから抜け出してここでねずれたと思って止めてしっかりとコントロールしてから狙い切りましたね。不利だったのでね時間もありましたね。ここですね、ここイメージ通りじゃないですかね。前にスペースがあったので顔も上がった瞬間にもうシュートコース見えて、あとは振り抜くだけというところですね。カウンターになるかな、トス。サビオです、中に行きながらサビオ、ドーグラスうまくつないだサビオだ。高峰も入ってくる、ムトーとパカユルでサビオで同点。今日26歳のバースデーを迎えているマテウス・サビオで同点。柏は追いつきました。松川さん、今のシーンです。いやここで、ね、うまく、ね、ドーグラスが、ね、ポストプレーしてもうしっかり人数かけて崩しきりましたね。あとここのこぼれ球しっかり狙ってましたね。まあ、このパスでここでもう決めれたと思いますけど、ここうまくねパクイルセーブしたんですけども、これもやっぱり前へ運べない。ただここは川原で奪った。おお藤原に出た、藤原今試合終了の笛です。結果勝ち点1を分け合う形となりました。1対1。